こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。今日はですね、1月の8日からスタートする大河ドラマ、どうする家康、こちらの主演を務められる松本潤さん、そして有村架純さんを占っていきたいなと思います。すごいですよね、本当に。いや、私基本的にあんまり最近日本のドラマ見たりしないんですけども、今回はちょっとこれは見たいなと久々に思いました。すごい楽しみですね。まずですね、松本潤さん、は、火星人マイナス、今年の運気は最下位、とてもいい運気です。まあ、最下位財政安定と続く3年間の幸運期の始まりでもあります。ですからチャレンジしていくにはとてもいい時期なんですね。なんでとてもいい結果が生まれるんじゃないかなというふうにも思ってます。そして火星人というのは特にプロフェッショナルで、何でもコツコツこう努力を重ねて自分がやりたいと思ったことにはきっちり進んでいくタイプ、ブレずに進んでいくタイプですね。そしてこう鋭い感性だったり芸術的なセンスもあるのが火星人の特徴でもあります。割とこう人見知りでシャイなので、なかなかこう自分の思っていることを人に伝えるのが苦手、また人からこう理解されるっていうことにはなかなか恵まれないんですけれども、一度心を開いた人とはとことん深い仲になっていくっていう、そういうタイプです。そしてプライドも高くですね、何かっていうことに向けてすごくこうまっすぐにブレずに進む、そして何が一番結果に大きく左右するかっていうと、自分のこの情熱、この気持ちがいかにそこに入っているかということで大きくこう結果に左右するんですね。なんで、まあ、あんまりこう自分が気乗りしないようなこと、そういうものに集中して一生懸命やってても、いい結果を生まない。ですが、もう自分がすごく熱いものがあるとですね、すごいもうみんなが周りが驚くような結果を生むというのがこの火星人の特徴でもあります。なんで今回はですね、まあその松本潤さんの今までを見ていきたいと思うんですけれども、まずテレビドラマ初出演ですね。この時も1997年、12年に一度来る目的達成の年、ここでテレビドラマの初出演をされています。そこからですね、これも1999年、嵐が結成された年も今年と同じ再開といって新たにことを起こし、そして再び何か物事をチャレンジしていくというのはとてもいい再開という年でした。なんかすごいですね。すごくこういい時に何かこうチャンスをつかまれているんですね。また、皆さんも記憶にも今でも残っていると思いますけれど、花より団子ですよね。松本潤さんといえばやっぱり花より団子、これの時も終始新たにこう種をまく、この時に割とこう松本さんのキャラクターみたいなもの、これがもう非常に確立されて、多くの人世代問わず認知されていくっていう、またそういう俳優としての能力ですよね。そういうものも万人の人にこう見せたんじゃないかなと、そんな年ですよね。この新たに種まく年にこの花より団子に出演された。実はこの花より団子、私も DVD セット持ってますけれども、何気にうちの母がちらり出ているっていうこういう回があるんですよ。え、そうでしたっけ。そうなんですよ。ちょうどね、松本潤さんとつくしとのこう回ですよね。確かつくしに対してなんかお前は土星だからとか言って土星のネックレスをプレゼントするシーンがあるんですよ。でその土星っていうのはこの6世の土星時にかけた土星っていうことと、あとうちの母がそのまま出てるというよりは本屋さんに入るシーンがあって、そこにいつものあなたの運命の6世先日のポスター、そこに細木数子がドーンと出ている、それがですね、そのドラマの一幕にあるということで、まあ私もちゃんとその DVD セット持ってますけれども、まあこれはちょっと余談ですけれどもね、まあなかなかちょっと面白いシーンがありました。ぜひちょっと皆さんも振り返ってみようと思う人は見てみてください。まあそんなことで、まあそういう趣旨の年にね出演されていたということで、そしてまあ2020年嵐活動休止、これをですね発表された時は小作界の健弱という年でした。
この時はね、少し今までのこう疲れ、こういうものを生みを出して、そして少しペースダウンする、この年なんですね。そしてなんとなく自分でもこう体調に変化があったり、そういうものが出やすい時期だったと思うので、少しこう休まれるということは、いいことだと思います。そしてやっぱりこの2020年から明けて、どうされるのかなと思っていたら、今年ですね、このように主演また再開というとてもいい時期にこの主演をつかまれたということは、とても今後も期待できるんじゃないかなと思います。またすごくこう話題になるようなそんな時期ですので、これを機にまた皆さんに注目されて、松本さんの能力がさらにこう開花されていく、そんなスタートになるんじゃないかなと思います。ヒロイン役を演じられる有村架純さんですけれども、有村さんは土星人マイナス、土星人マイナスの今年の運気は立夏です。今後の方向性を定めていく時期、これはとても大切な時期になってきます。ご自身が手にしたものが良くも悪くもこの先に影響してくるという、そんな年になります。そしてドラマがスタートする1月は種子、新たにこの種をまく時期です。なので、これを機に、またいろいろな魅力、これを発揮できる年です。ですから、主演ヒロインともにですね、とても幸運期ですから、これはとても皆さんから期待される、そして話題性のあるとてもいいドラマになるんじゃないかなと思いますね。そしてまず有村さんは土星人ですから、あんまりこう人付き合いが得意なタイプでもない、なんとなく真面目で自分がこう計画通り進んでいくタイプですね。そして向上心が高いので、もっともっとと上を目指していかれるタイプですから、まだまだお若いので、この先がすごく伸びしろがあってとても楽しみですよね。どん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 なりたい自分に近づくために前進していく、そういうタイプですね。ただし土星人はなりたい自分にこうなろうとするがゆえにですね、やはり女性の場合は晩婚になるタイプが多いです。そうやってとても仕事だったりやりたいことっていうことがこう見つかっている土星人の場合っていうのは、自分のこうプライベートをこうちょっとおろそかにしがちになってしまって、どちらか仕事とかでこう両立するっていうのはなかなか難しいタイプです。なので、何が幸せかっていうのはね、もちろんその人それぞれですけれども、この仕事に関してはプロ意識を持ってもっともっと向上心高く進まれるんじゃないかなと思います。ということで、今回はとても幸運期の2人が始まるこのドラマ、そして内容もそうですけれども、私もとても注目したいドラマだなと思っています。ということで、明日から始まるこの大河ドラマですけれども、とても楽しみにしていますので、皆さんもね、ちょっと気になっている方多いと思います。ぜひちょっと明日からチェックしていきたいなと思います。皆さん、いつも六星占術のあなたの運命ご愛読いただいてありがとうございます。12月の5日より紀伊国屋書店さん、蔦屋書店さんをメインとして、全国で数量限定にてこの開運本が発売されます。数量限定ですので、皆さん手に取ったらラッキーということで、この開運本探してみてください。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。